石井議員から、ご質問いただきました海洋プラスチックごみの対策についてお答えをさせていただきたいと思います。海洋プラスチックごみによる汚染は生態系や漁業にとって深刻な問題であり、人類の責任として取り組まなければなりません。なくさなければなりません。ご指摘の G20 大阪サミットで提案した大阪ブルーオーシャンビジョンで目指す新たな汚染ゼロの世界を2050年までに実現すべく、まずは我が国が率先して取り組んでまいります。具体的には昨日8日から東京で G20 資源効率性対話、 G20 海洋プラスチックごみ対策実施枠組みフォローアップ会合を主催しており、各国の担当者と取り組みの進捗を確認するとともに、来年サウジアラビアで開催される G20 に向けて協力連携を進めます。国会等の状況が許せば私自身も参加して各国国際機関に一層の連携強化を呼びかけたいと思います。また途上国の対策強化については、我が国の主導により東アジア ASEAN 経済研究センター、いわゆるエリアに海洋プラスチックごみナレッジセンターがまさに本日9日に設立されます。このセンターも通じ、ASEAN 各国へ廃棄物管理や人材育成などの支援も実施します。新たな汚染ゼロの実現には、地球規模の連携に加え、国民一人一人のご理解、ご協力も欠かせません。現在、審議会でご議論いただいているレジ袋の有料化をはじめ、消費者、産業界、自治体、国のオールジャパンの取り組みにつながるよう、環境省としても全力を尽くします。これにて質疑は終了いたしました。